はい、鴨頭義人が経営している焼肉マフィア池袋についての、新しい情報です。で、今度は何かっていうと、あの従業員が接客をしている写真が上がってるんですけど、それがねすごく不衛生なんじゃないかっていう話ですね。で、その従業員の人が接客をしてるんですけど、お腹をその調理スペースね、肉とか切ったりするところ、そこの調理スペースにお腹をペタってくっつけてるわけですよ。ちょっと写真ね2枚あるんで、それを下のリンクに貼っておくんで見ておいてもらえればと思います。で、まあこれについて僕が思ったのは、鴨頭義人、これ店の設計ミスってますねって思いましたね。どういうことかっていうと、その焼肉マフィアってそのあれなんですよ、普通一般的なバーとかだとカウンターってまあ大体まあ30センチからまあ50センチぐらいとかなんですよね。なんだけど、その1メートル以上あるんですよ。その肉を切ったりとかして調理台があるから、で調理台越しにその接客をしてるんですよね。あの焼肉マフィアのステージパフォーマーかっこ笑いが、でだからそのお腹がベタってくっつかないと、で店内うるさいじゃないですか。で店内うるさいのにその、まあ、近寄らないと会話できないとかあるから、それでお腹のねなんかいろいろ飛沫とかなんかそのまあ跳ねっ返りとかするじゃないですか。あの肉屋したら跳ねっ返りとかがべったりついた、でトイレ行ったりとかもしますよね。でそのトイレ行ってる時とかにそのまあなんかまあ菌がたくさん付着したその前掛けの部分、そう、まあ、そこが調理スペースにべったりくっついちゃってるっていうね、汚いですよね。そう、でもこのカウンターがお客さんとスタッフの間になかったらこれは発生しないわけですよ。だから、まあ、これは鴨頭義人が店を設計するときにこの設計をミスってしまったっていうことが原因なわけですね。だからまあこれは従業員さんは悪くないと思うんだけど、この店の設計をした鴨頭のセンスが悪いっていう話ですよね。だから飲食店を経営する人間としてちょっとね信じられないミスですよね、という感じで、まあちょっとこれはねまあやっぱ嫌ですよね。自分がそのベタってくっついたお腹のところで切った肉とかね食いたくないですよね。で、まあ、これはまあ従業員さんはちょっとかわいそうなのかなっていう気はするけれども、まあ、鴨頭義人のこの、まあ、飲食店経営者としてのこのセンスのなさ、っていうね、まあ、だから接客スペースと調理スペースちゃんと分けて作ればよかったのに、ね、このなんだろうね、そういうとこまでの、まあ、配慮の行き届かなさっていうか、そのまあ、鴨頭の、まあ、そういったその、まあ、お客様目線に、まあ、立てないその考え方っていうのが、これが、まあまあ、不衛生っていうかな、まあ、店の実態になってしまったっていう、そういう話ですね。ということで、まあ、鴨頭相変わらず飲食店経営者としてはということですねっていう話で、下にリンク貼っておくんで、皆様、まあ、その写真を見た感想等々教えていただければと思います。よろしくお願いします。イエイ。